ドキシ、大吉、アミキシです。はい、ということで今回も動画撮っていくんですけども、今回はまあ、順位低いんですけど、26でね、マルチ、負けるまでやっていきたいと思います。まあ、すぐ終わるかもしれません。そう、なんで26って話なんですけどね。まあ、昔に結構使っててね、そう、大会とかも26でやってて、てか一番最初に完走したデッキがね、この、まあ、26っていうか、ホグデッキ。まあ、貧乏ホグなんですけど、最初は。まあもう最初は本当に初期はね、バルーンじゃなくてホグ使っててね。まあレベルがなかったからっていうあれなんですけど。で、そう、グロ大会のね、バッジ ?31 バッジ。もう実はね、26なんでね。そう、昔はまだね、使えてた方なんですけどね。今はもうマジで使えないんでね。多分すぐ終わっちゃうと思うんですけど。まさかちょっと暖かい目で。まあ、なんかね、バルーンデッキとあんま変わんない。まあ、変わるっちゃ変わるんですけど、結構似ててね。まあ、これも、高回転で、まあ、マスケ?キーカードはマスケで、まあ、基本的に高回転で、基本的に?うん、高回転で守る、あれなんでね。似てるんですよね。これ絶対ね、ウッドで読まれると思ったんでね、大砲出したんですけど、きついなぁ。あそこウッドなんで僕使っちゃったんだろう。攻め迫撃来たら美味しいけど、まあ、多分ね、この高めの迫撃で受けられちゃうんですよね。ホグ飛ばしたら。で、26はもう本当に回転がめちゃくちゃ早いんで、そこでね、いやー、このスケバル食らいたくないなー。あ、ちょっと早かった。で、多分これウッドまた来ますね。そう、なので、ちょっと外してあげて。で、ここでホグ行っても、あれが来るんですよ。迫撃。多分高めですね。そうそうそう。この位置に来るんでね。で、これをね、ウッドですぐ壊してあげて。で、相手はこれに対してナイト当てたら、このマスキがね、相手処理できないんで、ちょ、待って、ナイト、お前、ナイトじゃない、マスケ。先行すんな。いやー、マジか、その場合はいいわ。いや、一発も入んないね、やば。マジかよ。でも、ファイブ切ってたんで、そうですね、相手としてはまあ、守りたいと思うんでね。これはちょっとさすがにこっから美味しい。来た。それめっちゃでかいなぁ。美味しい。いや、ここで行ったところでね、そう、こんな感じで守られてるんで、ワンチャンね、そう、迫撃来るんですよね。OKOKOK。オッケーですね。これで、まあ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 。オッケーオッケー。美味しい美味しい。で、ファイブ来るんで、ホグ飛ばしてあげて、で、槍ゴブ来るんでね。なんで来ないんかい。いや、多分、ギャング来るんでね。なんで来ないんだ?いや、でもこれめっちゃ入りますね、そしたら。あ、今来るか。2発。一発か。まあまあまあ。これマスケ延命してあげてね。嫌だと思うんでね、あいつ。はいはいはい。で、これ迫撃じゃなくて大砲残ってるんで、ホグ飛ばして、そしたら相手がね、この低めの迫撃になるんで、ファイブル削っていって、なんだろ ?OKOKOK。これでプレッシャー与えてってね。で、スケドラ来るんで、スケじゃない、スケバレが来るんでね。オッケー、これでギャングかな。ギャングきますね。オッケー、5打ってあげて、勝ち、よし、オッケー。あぶねー。そう、今ね、夜中であんま声出せないっていう。いや、もう1戦目でこんなね、ギリギリなんてね、マジで。いや、マジでね、本当に全然使えないんですけど。
ちょ、許してください、それは。トラ揚げめっちゃサボっててね。まあ、本箱もまだね、一回もやってなくてね、今期。まあ、さすがにそろそろやんないとやばいなって思ってるんですけど、なんかね、まあまあまあ、でも、一旦、砂漠をね、あげようと思ってやっててね、ずっと。これ取れないあるなぁ。施設もあるんすかね。施設取れないだったらちょっとだるいけど。オッケーオッケー。これでもう一枚あいつ咲くんでね。はいはいはい。スケラーですね。金キロしたいけどな。できないっすね。できるカードがないんで。ナイト切ってくれたらな。端前バルキリーホークで。あ、違う違う。端前マスキーホークでね。もう何言ってるかわかんねえわ。これか。いや、じゃあこれ逆サイだったな。ミスったな。なんで僕同サイ行ったんだろう。そうなんですよ、これ。同サイ行っちゃうと濁に合わせられるだけなんですよね。しかも、ウッド切っちゃったんで、ダクネが処理できない。これ多分攻め取るできますね。そうですね。オッケーオッケーオッケー。スケでね、一匹で、スケ一匹で逆サインするといいですね。これでちょっとトルネ使ったんで飛ばしてみますか。施設多分ね、アイスビーズくらいかな。オッケー。一発入ればオッケー。いや、いいっすね。一発入ったらでかいね。で、ウッドはね、その、アイビー、あの、ダクネ処理用で取ってきたいんでね、ちょっと。いや、ここ無理やり回していっていいかな。どうだろう、これ。これ良くないかもしんないっすね。でも、これで、あの、すぐね、これを溶かすことできるんで、まあ、ありっちゃありな気がする。ベビドラがずっと残ってるな。ライトニング持ってたの？オッケーっすね。GG。危ねえ。ライトニングあったのは知らんかった。しかもなんで僕こんな削ってんのかわかんないけど、相手がね、途中で、あの、攻めとるね、読みで飛ばしてきてね、あれで僕マスケ出してなかったんで、まあ、そこがね、唯一の救い。って感じで、やっていきましょう。まあ、本当に、バルーンとちょっと似てるんですよね。マスケプラスの、高回転ユニットで、スケ、もうそこ、スケアイスピっていうね、まあ、1コス2枚、僕ね、1コスめっちゃ好きでね、スケアイスピめっちゃ好きだったんですよ。で、ずっと使っててね、これマスケ勝ちますね。なので、OK。うわー、マジか、5構えとけばよかったな。まあ、もったいないんですけど、ここはね、これで。ちょっと嫌がらせでね、マスケをね、延命してあげるっていう。で、相手これに対して何かさが咲くんでね。オッケーオッケー、やらめ咲いたんで、これ、まあ、2周目ホグですね。相手これ多分止めるカードないんでね。サーツ、オッケー、でかい。で、このガゴは許容かな。いや、アイスピー出していいっすね。1コスなんでね。で、ラバ来ると。いや、このラバに対してどうするかですよね。問題は。まあ、一旦マスケ出して、まあ、多分、バルーン、繋げてくると思うんで、で、これおそらく守れないんでね。守れるかなぁ、ワンチャン？体が変わるんで、守れますね。オッケー。いい感じですよ。いい感じですよ。で、こっちだな。こっちにホグ飛ばして、左もね、相手対応しなきゃいけないんでね、これで。オッケーオッケーオッケー。で、それしたら、オッケーですね。めっちゃいいですね。ウッドで削って、
これアイゴレで釣るか。アイゴレで釣っていいですね。で、相手としてはここで、多分、墓石からかな。墓石からか、まあ普通にバルーンから。まあ墓石からですね。あの墓石に対して、いや、ファイバー打たんでいいな。打たないで、これで、まあ逆サイって、相手ババ切ってたんでね。このホグ何で守るんだろう。メガゴか。オッケーですね。じゃあここで、そうだな、先行させてもいいけどな、バルーン。オッケーですね。で、2周目回ってるんで、これはまあ、多分バルーン入んないんでね。アイスピリ固めてあげて、で、ここでね、まあ今、墓石回ってるんで、ババじゃないと思うね。オッケー、これじゃあババ来ますね。なので、いや、マジか、ちょっと遅かったな。相手がミスるとは思わなかった。ガゴ来るんで、メガゴか。メガゴ、オッケーオッケーオッケー。これでね。オッケー。それ相手。勝ちっすね。オッケー。なんかね、バルーンと違ってね、その、まあ、26で回転めっちゃ速くてね。マスケ2周目が結構回るんでね。まあ、バルーン、ラバルは今みたいな感じでね、守れば、結構綺麗に守れますね。もう初手ホグ大好きなんですよね。なんかね、そう、待てないんですよ、僕、本当に。だから、大型使えないんですけどね。30しかな。本当にね、そう、待てなくてね。だから、高回転しか使ってないんですけど。ゴレとか、まあ、ラバーは別に切ってもいいのかな。ゴレとか、本当に使えなくてね、だから。待った方が強いっていうのは、分かってるんですよね。分かってるんですけど、ちょっとなんかね、使えないんですよね、マジで。待てない、待てないんですよ。ロイジャイですね。これ、右側に好きだけ追加して、こっちも対応しなきゃいけないようにして、左も対応させると。オッケーオッケーオッケー。ミスってて、マスキが刺さってる。んで、ハンターなんで、どうしようかな。ホグ飛ばしても、まあ、一発は入るんでね。ワンチャントリトンに緊急されそうで怖いけど、ああ、やっぱそうっすよね。なんか持ってないかなとかね、ちょっと思ったんですけど、持ってましたね。で、これはまあ、ファイブ多分打たれちゃうんで。ああ、なるほどね。それならいいっすね。これアイスペイ固めてあげて、ロイジャー一発にしてほしいな。オッケーオッケー、一発ならいいや。いやーマジか。トリトン強っ。これ好き来るんですよね、でも。いや、トリトン最後の一発なければな。これめっちゃ守れ、めっちゃ刺さったんですけどね。トリトン最初の攻撃になんか遅延かかるじゃないですか。あれがめっちゃうざいですよね。オッケーオッケーオッケー。まあ、こういう時、スケ読みのウッド絶対来るんでね。いや、てかめっちゃ削るな。これやばいな。まあ、行くしかないんでね、ここで。まあ、ハンター来るのは分かってるけど、ニアサ入れ。オッケーオッケー、ニアサ行ったんで、まあまあまあ。いや、これきついな。いや、ウッド打たれるんですよね、絶対。やべ、逮捕ミスった。いや、終わった。いや、きっつい、これめっちゃきついな。マジか。きつすぎるな、これ。いやー、やっぱ環境のデッキには勝てないと。ロイジャーきついっすね。てか、ロイジャーめっちゃ強いっすよね。もういつかね、僕も、ね、使ってね、動画出したいなと思います。ということで、まぁ、今回は26で負けるまでってことで、まぁ、3勝できたけど、最後もね、まぁ、めっちゃ短いんでね、もう、時間見てね、察する方はいると思うんですけど。まあ。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。